始まりました。新作おすすめランキング、映画評論家の森直人と申します。そして、映画じゃないですよ、超更新です。どうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また新しいところでね。また新しい。いいですね、ここね。はい。まあ、第21回目ということで、はい、その週劇場公開になる新作の中から、我々助産と僕が両方鑑賞済みを作品に絞って独断の合議制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変そんな企画でございます。今回は12月11日12日公開の新作の中からベスト3を選出するということでよろしいですか？はい、大丈夫ですかね。はい。で、まあ、ちょっとその前に一つ言いたいですけどいいですか？はい、面白いです、面白いです。ようやくさ、昨日見ましたよ。劇場版、鬼滅の刃無限列車編。いかがですか？面白かった、ね。面白かった。面白かった、ね。ジョさんも、ジョさんでもさ、アニメシリーズは割と見てた。あ、見てて、劇場版最近。劇場版も最近、まあ、3週間前に。ああ、はいはい、まあ、ちょっと僕よりはだいぶマシだからね。いやいやいや意外に良くなかった。私は多分アニメシリーズ見て、うん、その延長戦かなっていう感じは、なるほどね、なんか特になんか新しい体験っていうことは、まあ確かにまあ、映画だから制作もテレビシリーズよりレベルアップはしましたけど、まあね、あ、そういうことだな、うん、はい、でもさ、変に分かりやすくしてなかったでしょ。ナレーションとかさ、はいはい、なかったし、それはやっぱり一番すごいところですけど、なんか、うん、だってこれって何も説明ないのよくみんな入ったんですよ。そうでもさ、僕だからまあ、その周辺、ノイズ的に入ってきたものは全部毎日聞くとあったんだけど、うん、そのね、バランス良かったよ。なんか変なさ、説明こってりなかったし。そう、メタテコナみたいな感じ。そうそうそう。まあ、元はあるんでしょ、結構ね、はいはいはい、説明するって聞いたから、うん、それで結構さ、クリストファー・ノーランみたいな言うのもいきなり。やるじゃん。うん。で、列車だしね。はいはい。まあ、映画的装置の王道中の王道の列車だし、結構。映画向きの話ではありますね。そうそう。はい、正々堂々のクオリティ志向だなと思って、はい、これはすごいな。だから僕の中で割とテネットと並べても、違和感はないぐらい。いや、まあ、日本の対策と世界の対策ですね。そうそうそう。今年の。っていうのを今更語ってるっていう、もうこのね、寒い感じが。いや、でももう、興行収入も、近くなってきたんですよ。なるよな。でも世界もそろそろ5位になるんで、ね。いや、なるでしょう。ヒットするよ。テネットは3位ですので。近いからも。今更やけどごめんなさいね、本当に。いや、もう今更じゃね、もうこれから千と千尋を超える見込みで、さらに多分、行くんじゃないかなと。でもさ、普段さ、はい、割と仕事柄先んじて見るじゃん。そう、散々話題になってから見るのもいいよね。なんかこう、いいですよ。いや、本当になんか、っていうちょっと面白い現象っていうのは、うん、だって、割と映画関係の仕事してる方じゃないですか、こっち側は。してますね。はい、そういう仕事ですから。方ですけど。はい、方ですけど。方ですけど。で、周りは見てない方がほとんどじゃないですか。それちょっといつもだからでさ、はいはい、いろいろ寂しかったり、読み間違いがあったりとかさ、はいはい、だから、ね、ちょっと立ってから見るのもいいですよね。はい、そうですね。うん、まあこれからちょっとその先んじる系のお仕事に、はいはい、行きたいと思うんですけども、はい、まあ例によってこの企画では、はい、活弁士のクラブの本ラインインラインで取り上げた作品、あと劇場パンフレットに、そうですね、結構させていただいた作品なども除外してベストを選出しようというルールを、これまた勝手に設けております。それで今回分で申しますと、井筒和幸監督のぐらいようやく、これね、実はね、なんと井筒監督に光栄にも来ていただいたんですが、 それが、前の公開予定のタイミング、そうですね、4月のさ、緊急事態宣言ギリギリのね、ギリギリのね、はい、で撮って、うん、その動画が8ヶ月ぐらい眠ってたんですよ。公開してくれるよね。そう。いや、もう予約しました。あ、よかった。ついに今番組と同じぐらい、同じぐらいで流れるの、はい、もう今見たらちょっとそのね、8ヶ月のタイムラグがあるから自分がどう見るのかっていうのも不思議なんですけど、はい、まあようやく公開、これはもう本当すごい今年の一本です。もう本当に、はい、今年の一本の一つの間違いないので、はい、ぜひ皆さんご覧いただき、動画とともにご覧いただきたいなと思っております。はい、あとこれね、そうですね、ボルトね。ボルト。ボルトならボルト。あ、ボルト。そうそう。前言ったらね。はいはい、ボルトって言ってたら、それ走る方だから、ね。そうです。ボルト。はい。これまた豪華にも。そうですね。林海蔵監督と佐野史郎さん。はい、夢見るようにね、もう、はい、夢見るようにも、チラシも。はい、デジタルリマスの黄金タッグが、はい、月永理恵さんの。そうですね。はい、MC で、はい、突撃取材系だったんで。突撃取材系です。はい。楽しみです。はい、これは来週中で。はい、ああ、そうですね、はい。めっちゃ楽しみですね。
あとさ、あのツイッターで見たんですけど、日芸映画祭、ね、はい、中国を知る、これ、うん、はい、これもなんか皆さんに来ていただいて、そうですね、皆さんにお話を聞きました。あ、素晴らしいですね、はい、めっちゃ楽しみにしてる、その動画も、はい、いや、あのラインナップは良かったんですよ、本当に。今回の作品、ね、ちょっと見ました、はいはい、はい、いいですよね。なんか学生たちがあのテーマを出していろいろセレクションして上映まで全部現役大学生がやること自体がやっぱり非常に興味を持って日芸の皆さん、ね、はい、日芸の皆さん、はい、そう、あのね、ラインナップがすごい渋くて、未完の対局とかも入ってたね。そうですよ、うちら喋ったもんね。そう、喋りましたね。何の会だっけあれ。まあ中国のあの、え、効果、あ、効果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 だ、はい、効果の回でね、その中国映画の歴史について喋ったんですね。いや、まあ、だいぶ前や、歴史の中の一本ですね。その時に言及、はい、え、効果じゃないぞ、だからキングダムの回じゃない。あ、キングダムの方ですか。そうだ、キングダムの回で、あ、の話、そう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 、はいはい、ごめんなさいね、間違え、もういっぱい語ってるからな、ね、その辺な、はい、もうこっちもごっちゃになってるけど、うん、だからちょっとその回も合わせて見ていただくと、うん、あれ、うちの中ではね、あのキングダムの回は、あの満開回ってる系の、満開回ってる系です、うん、なんで、はい、ぜひ、よろしくお願いします。あと、パンフレットはちょっと後で、そうです、あの、はい、1本ありますんで、僕から言いますというか、うん、というわけで、以上を除いての以上プラス1を除いてのベスト3ということなんですけども、はい、今回さ、ちょっとかなり変則的に行こうということで、まあ、年末だから、年末だからね、はい、あと、うん、あのいい作品がすごい多かったんですよ。そうですね、うん、だってかこの1週間がね、すごい集中してて、はい、まあ、今日の動画はちょっと長くなりそうなんですが、はい、まあ、特に尺を気にせずちょっといろいろ喋りましょう。はい、はい、では行きましょう。まず今週の第3位でございます、はい、セドリック・クラピッシュ監督、パリのどこかであなたとでございます、うん、あ、ここにチラシがありましたね、はい、はい、ですね、内容はパリを舞台にしたラブストーリーといいますか、まあ、一風変わった構成のロマンティックコメディーという感じですね、主演はアナ・ジェラルドさんとフランソワ・シビルさんで、これはクラピッシュ監督の前作のあのおかえりブルゴーニュへで、はい、姉弟役を演じたお二人の再タッグなんですけども、まあ、今回ともに30歳設定かな、で、あのガール・ミーツ・ボーイの主人公になるという、内容でございます。これはジョーさんどうご覧になりましたか。いや、特に今コロナの時代だから改めて、ね、うん、この映画すごい今ぴったりな作品ではないかなと、出会わない恋愛物語じゃないですか。そうなんですよ、はい、このなんか知らないまま進むんですよね、はいはい、このお二人が、うん、ね、これはそのさっきだから一風変わった構成で言ったけど、そこなんですよね。そうですね、はい、うん、まさにソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス保ったまま進むという、はい、もちろんそのコロナ禍で作られた作品ではないんですけども、はい、うん、なぜかそのメンタリティとしてぴったり合っちゃったというね、はい、そうです。前は実は中華圏で一本、うん、ジョニー・トゥー監督の作品が、うんうん、ターンレフト・ターンライトっていう作品があって、うんうんうん、あの日本側もあの金城武史さんが出演、結構久々ですか。もうあのこれは結構昔の作品なんですけど、 あそうでしたか、はいはい、あの多分もう20年弱かなって、あれもほぼ同じ設定な感じです。何だったっけそれ、はい、新作じゃないよな。新作じゃないです。はいはい、うん、昔なんか隣に住んでるけど本当だわはいはい、うんうんうん、まあ、っていう感じの作品もありまして、うん、なかなかあの今回これを見て改めて面白いなという設定が、ね、はい、しかもさ、はい、ちょっと変わってるのがさ、はい、あれってどうだったっけ、あの本当に、マンションがアパート隣同士、そう、隣同士、はいはい、あれこれはさ違う建物なの。違う、そう、これがちょっと変わって、ひねってる、それは、はいはい、あの違う隣り合ったアパートメントのここと角部屋と角部屋なの、はい、うん、で、隣り合ってんだけども、うん、知らない。でもまあ、言ったらさ、同じような景色を見て、そうですね、あの、毎日を過ごしてるっていう、まあ、すごく都市生活者には、あるあるな、そうですね、設定なんですけど。まあ、パリですし。パリですね。はいはい、で、まあ、まあ、まず安定してるってもありますよね。安定ですね。うん。まあ、クラピッシュもまあ、25年といいますか、まあ、百貨店大百科が92年で、青春シンドロームが94年だから、まあ、30年近いキャリアで、まあ、フランス映画界のね、中堅を代表する監督だと思うんですけども、まあ、この方って、僕すごい好きなんですけど、初期から、すごい中庸タイプっていうか、まあ、ありていに言うと、その作家性と職人性の中間で、作品を成立させる。まあ、融和できている方ね。ね、はいはい、ですよね。はい、なんか作風も、そんなに尖ってないんだけども、はい、ベタでもないっていうさ。そうそうそう、うん、一般受けも良いんですよ、
そうなんですね、はいはい、だからその、 今まですごく長続きしてきたっていうところあるよね、はい、いい具合のその新古典派っていうか、もともとそのレオス・カラックス監督の汚れたちの照明スタッフとかやってらした方なんですけども、うん、その意味で言うと、そのカラックスとかとはまあ大きく違うタイプで、まあ本当その安定してロングランできるタイプ、はい、でしかもさ、モラトリアムな青春群像とかが得意な人で、今言ったような全ての意味を込めて、うん、僕ね、雪貞勲監督に近いって書いたことがあるのよ。あ、確かに似てます、ね、似てるよね。あ、似てます。資質としても、うん、クラピシと雪貞さんってすごい似てんなと思う。年齢的にもちょっとクラピシの方が上、7歳ぐらい上のはずなの、はいはい、でもまあキャリア的にはさ、90年代っていう、まあそれもちょっとクラピシの方が先なんだけども、まあ、5年ぐらいの先、そうそうそう、まあ、同時代をこう、はいはい、体験してきたっていうところも似てると思うし、うん、で今回ね、まあだからさっきお嬢さんもおっしゃったように、まあ知らないまま進む、はい、うん、でモチーフとしてさ面白いのはさ、まあマッチングアプリっていうのはね、はい、出会い系の、はい、が出てきて、まあそのアナ・ジェラルドさん演じるメラニーっていう、うん、女性の方が、まあお友達にマッチングアプリを勧められてハマっていって、うん、まあ単発の男性関係がどんどん増えていくっていう、まあ危険ですねっていうね、うん、展開があるんですけども。どこの大都市も同じことですよ。これはね、はい、だから、セリフでもありましたよね、はい。今は出会いが簡単すぎて怖いぐらいっていう、その、ね、まあ、SNS を介してインスタントに知り合った相手とこう、はい、まあでも継続的なね、信頼とか安定を築いていくことは、まあ難しいよねっていう。で、まあセラピーに通ってるんですけども、うん、まあ余計鬱になってくるっていう展開がありまして、はい。本当の自分が分からなくなっちゃったんですよね。そうなんですね、はい。だから自分探しの過程で、その、まあ、SNS っていうものにこう頼るんだけども、はい、余計混迷が増すっていう展開があって。まあ、結構今、まあ、世界中の映画の中も結構大きなテーマですね。そうですね。はいはい、割と似たような、主題っていうのは、そこかしこに散らばってるっていう言い方ができますよね。はい、それをまあ、時代のものとしてこうピックアップしてるって感じがするんですけど、はい、たださ、こういうなんか浮遊する主人公って、どっちかというと、クラピッシュってこれまで、こういう男を描くことが多かったの。うん、ロマン・デュレス演じる主人公グザビエの、うん、まあ、ある種そのトリュフォー的な、あ、はいはい、うん、ドアネルものみたいな、グザビエの25歳から40歳までの、うん、青春三部作っていうのがあって、まあ、それがスパニッシュアパートメント、ロシアンドールズ、ニューヨークのパリジャンっていうやつなんですけども、それが今回、まあ、女性キャラクター。女性は、そうですね。うん、結構もう、そうそう。鮮明に描かれてるんですよ。そうですね。はいはい、だどっちかっていうとさ、やっぱこの、メラリーさんが、はい、主人公ですね。主人公ですね。はいはいはい。うん、あと、だからなんだろう、パリの、だからこう、いわゆるね、パリのその空の下って、姿勢の人間群像を、はい、まあ、こう、紡いで語りって、さっき言った新古典派っていうことで言うと、まあ、フランス映画の得意な部分っていうか、うん、まあ、ジュリアン・デュ・ベヴィエとかね、はい、ああいうなんか古典作、パリの空の下、聖堂が流れるとか、ああいうなんか伝統的なフランス映画の真骨頂を、光景とも言える。そうですね。ある意味、パリの映画でも言えますね。そうですよね。はいはい、いわゆる街が主役。街の主役の方ですね、うん。しかもさ、今、パリ映画って、うん、前もちょっと言ったけど、レ・ミゼラブルとかの。結構、濃いの方が。そうそうそう。万流系の、ザラザラしたのが多い。血のある映画です。そうそうそう。多いんだけど、はい、これって、それで言うと古き良きパリの面影を引きつった都市映画よな。そうですね。要は大都市がいろんな顔を持ってるっていうことも。っていうね。はいはい、うん。ニューヨークもあり、パリもありっていう感じのパリをね、それですね。あと、そうね。だから、あとね、面白いのはね、クラピッシュ監督ってね、これ、ヒッチコックみたいにね、うん、ほぼ毎回自作に、カメオ出演するの、チラッと。あ、はい。これ、ファンにもおなじみなんですけども、うん、今回、まあ、出てるわけなんですけど、うん、分かった？いや、分かってないです。森さん結構、いろいろ。分かりました。あ、そうですか。これ間違って、一回しか見てないけど、間違ってたらごめんなさい、ね。はい、でも分かった。僕はね、割と後半のね、パーティーのシーンでね、はい、出てるの。妻は羅漢主義者で小難しい話ばかりで気が休まらないみたいなね、愚痴ってる男の男がチラッと出てくるんですけど、あれクラピッシュだなと思って。そうね、私顔の印象はちょっと薄くなってきて。あ、そうなん、じゃあ皆さんちょっとググって、はい、ググって。
顔写真と照らし合わす形でちょっと探してみてください。いや、まあ、面白いですよね。そうそうそう。毎回の楽しみもありますし。毎回これ面白くて、はいはい。だからさっきのさ、なんだろう、作家性と、職人性の中間っていうところで。あ、そこですよね。そう。はい、遊び的にこのサインをヒュッと加えるっていうところが、うん、まあその作家性の担保になんかどっか繋がってるっていう。ずっと続けてきたのがやっぱりすごいですね。すごいですよね。はい、そうそうそう、うん。だからもう誰も文句言わんでしょ。また出んのかみたいな。そう、出てて、しかもね、その妻のお口なんですけど、妻がね、前、ちらっと言ったんですけど、ジャック・ドワイオン監督の娘さん、うん、ローラ・ドワイオン監督かな、うん、なんですよね。まあ、そういう小ネタもありつつ、はい、ぜひご覧くださいって感じですかね。はい。続いて、今週の第2位なんですけども、実はこの第2位をちょっと変則的に。そうですね、今回は。しましょう。まあ、初めてっていう変則。初めてですね。はい、なんかドキュメンタリーを3本まとめて2位にしましょうかっていう話になったんですよね、はい、面白いのが多かったんで、はい、まあじゃあさっきの3位は5位じゃねえかよっていうことにもなるんですけどもまあ硬いことは言わずにそうですね、まあ、数字遊び心で遊び心で、まあ、順位なんてね、はい、まあ数字ですからただ、うんじゃあ行きましょうか、はいまず第2位の1本目なんですが、はいじゃあこれから行きましょうかね戦車闘争でございますはい、はいまずはゴリゴリのところから行きましょう。いきなりこっちから行きましょう。戦車闘争でございます。これはですね、まあ、日本映画なんですけども、日米安保改定から60年というものを見なきゃありますね。あと、今までほとんど語られてこなかった闘争の真実を探る衝撃の記録映画ということで、1972年の夏にですね、神奈川県相模原市の補給所に、ベトナムの戦地で破損した米軍の戦車が、こう、修理に運ばれていたと。で、その修理した戦車を再び戦地へ送るべく、横浜のあの、港湾施設に輸送していたらしいんですね。で、その事実を知ったその民衆たち、まあ、例えばベヘーレのようなもの市民運動家とか、学生運動家とか、あとまあ角丸とかの過激派とか、まあ、さらにあの日本共産党とか日本社会党とか、まあ、社会あの左翼系の政党ですよね、はいの方々がまあ激怒して、まあ、戦車の輸送を止めるぞと、うん、でまあその当然そのデモ、暴動を鎮圧するための機動隊も出動して、まあ、約100日間の抗議活動が繰り広げられたと。で、この映画はその当時の様々な関係者、なんと54人の方々の証言を中心したもので、まあこの72年夏の闘争を多角的な視点で再検証しようとするものです。監督は土豊文さんで、これが初監督か。そうですね。はい。そしてプロデューサー兼劇中に登場するインタビュアーとして登場するのが、うん休暇のプロデュースなどをされた小池和弘さんで、はいちなみに宣伝をね、その休暇の脚本を書かれた、はい佐藤大監督がやられていて、はい、勝弁にも、評会誌で、出演出ていただきましたが、佐藤さんがやられていて、パブリシストですね。はい、で、ナレーターを、泉谷茂さんが務めておられます。はい、あと、ちなみにエンディングテーマ曲がね、テニスコーツだったのもびっくりしたんですけども、うん、ジョさん、これはどうご覧になりましたか？いや、まず、すごかったのは、前半の、そういう戦車闘争の話は、結構普通にエンターテインメントとして楽しめましたんですね。そうなんですよ、はい、これは。結構さ、二部構成って言ったら変だけど。いや、まあ二部構成、いや近いよ。近いですよ、ね。な、はいはい、なんか前半と後半違うよな。話、急に重くなってきました。さ、はい、タッチも違うし、はいはい、主題も変わるよ。変わりました。ちょっとスライドするっていうか。はいはいはい、うん。そうそうそう。うん、まあ、前半は言ったら、音楽もちょっとコメディータッチだもんね。コメディ的で。だからなんか、時、まあ、要は証言も結構楽しく喋ってるじゃないですか、皆さんが。皆さんはね。だから、いろんな立場の人が喋ってんだけど、はい、まあ、言ったら50年前だから、ね、みんなどっかいい思い出感があって、ね、なんかこう懐かしいよねっていう感じで喋ってるの、はい。あの時確かにしましたな、とかそういう。そう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 。あれ、なんか、あの距離感面白いよね。面白いです。はいはい、だからさ、まあ、で、僕もね、大変不勉強ながら、この闘争のことはね、正直知らなかった。僕、この辺はね、マニアだったはずなんだけど、あ、これ知らなかったなと思って、かなり、愕然としました。知らない。私も全然知らないんですよ。知らない。うん、これね、はい、結構愕然として。だからさ、思えば、連合赤軍の浅間山荘が72年の2月なのよ、はい。で、これさ、あれが非常にシンボリックなピリオドとして語られるから。ホラーですね。そう。半年後じゃん。
もうまさに裏であまりスポットが当たってないのかもしれない。でも100日も続いてるので、 そこがすごいだね。100日続いたってすごいじゃん、はい、だって言ったら浅間山荘全然続いてないから、その日数的にはね3ヶ月以上ですよ。すごいよね、はい、あとさ、その裏ってまさにね、あのジョーさんおっしゃったその通りだと思う、あの72年でさ、はい、日米安保米軍基地っていうとさ、沖縄の問題があるでしょ、はい、大島渚監督の夏の妹とかの背景になってるよね。でも、あの、思えばさ、こっち横浜にも同じ問題があったと言われたそうやわ。まあ、これも裏よね。裏実はね、はい。うん。でさ、その、まあ、さっき二部構成的って言ったんですけども、まあ、前半は、まあ、当時の現場の振り返り。はい。うん、で、ユーモラスな部分も多い。うん、元機動隊員のおっちゃんも証言するし、あとやっぱあの地元住民っていうか、いや地元住民面白いですね。面白いよな。あのいわゆる一般市民の皆様の意見がめっちゃ面白いよね。よくわかんないとか。いやそう、でもあれリアルよな。リアルです、はい、だからさ、最初はさ、こうなんとなくデモ隊を応援してた人たちもさ、はい、やっぱ地元の街がむちゃくちゃなんじゃん、はい、ああいうことやってると、まあ、生活できない、ね、生活できなくなるから、はいはい、だんだん警察とか機動隊を応援する側に回っていったっていうのをリアルだなって思ったし、あとあの銭湯のお風呂屋のおばちゃんが出てきて、はい、もうほんと迷惑だった、あの暴動とかで商売弁迷惑そう、もうほんと嫌だったって言って、はい、あの夏だしさ、みんな臭いのとかみたいなさ、だからあのシリアスな闘争だったことは間違いないと思うんですけども、うん、やっぱりそのロングショットでさ、引いた視点で見たら、喜劇性が宿るっていう真実の公式が、めっちゃ前半あるよね。あります、ね。だから前半すぐ作品の中に入っちゃったんですね。そうそう、はい、面白いな。面白いです。そしたら後半ね。そうですね、やっぱあの、チラシもここありますけど、2000XX ですね。あ、そうだね。はい、これはまあ後半の。あの、要は、はい、まあ、現代につながる話っていうことなんです。そのノスタルジアから現代。はい、もうそれ一つ転換としては、めちゃめちゃありますよね。で、まあ、この 2000XX、僕、でもさらに言うとさ、こう、どう弾けるかって言って、やっぱり1945って弾けると。あ、そうですね。はい。うん、まあ、45からですね、もう。そうなの、はい。あの、どういうことかっていうと、まあ、その現場のことから離れて、この戦車闘争の意味の分析に向かうんですけども、それは当然あの戦後の日米関係の本質っていう問題に向かっていくんですよね。で、平和憲法のことも、当たり前ですから絡んでくる。でさ、この後半ってジョーさんどうご覧になった？いや、でもやっぱり大9条に関することが、本当に、私やっぱいわば外国人なんで。いわばっていうかね。なんかその、そう、だからジョーさんの意見聞きたいなと思って。聞いて、うん、いや、本当に日本の皆さんが、こういうことを、なんか、まあ、堂々と信じる方が いるなと、あとやっぱり多くの方がまだ避けている、その現実に顔を向いていないっていう、ことが不思議だなと。今結構周りをこう探りながら言ってる。思いまして、で、しかも前半のいわば戦車闘争を見ると、今いかに日本変わってるかを感じましたね。あの時代と。そうですね。確かにそうですね。だから、はいはい、その続いていくも、来たものと、続いているものと、はい、もう全然変わってしまったものっていうのも主題の一つではありますよね。僕ね、後半ってことで言うと、まあ、あの、ジョさんがおっしゃったように、まあ、憲法9条っていうことも絡んでるんですけども、はい、指揮者の皆さんの意見がさ、割と一致してんじゃん。一致してるんです。僕ね、一致って言うたら、あの、同じ方向を向いてるっていうか。はい、他の意見が。そうそう。僕のちょっとやや、もう一転がし欲しいっていうのは、もう一個言ってほしかったのね。はいはい。要するにその日米安保はアメリカの極東戦略に過ぎない。だから憲法9条を持ってる流れなんですけども、それは分かる。もう一個、まあ、それを踏まえつつ、もうちょっとその多様性やいろんな膨らみが議論にあればもっと良かったと思う。うん。っていうのはちょっと正直なところかな。うん。今は確かに、まあ、結構同じ内容になっちゃったんですね。そうなんですね。皆さんの発言は。うん。だからその、なんだろう、憲法9条っていうものはそういう成り立ちではあるけども、だから議論の方向としてね。はい、でも、とはいえっていう意見って結構あるのよ。論調として。はいはい、擁護派みたいなね、うん。うん。だからそこもちょっとあれば、これさらに説得力が上がったんじゃないかなと、個人的には思うんですけども。
ただその中でさ、うん、あの研究者のまだかなり若い女性の方、あ、そうですよ、論文とか書いたから、そう、はい、あの方の僕あのご意見というかあるシーンがすごい印象に残ってて、いやあのシーンがすごくあれかな、あれですね、はい、ガールズ&パンツァー、ガールズ&パンツァーでいいよね、はいはい、あのシーンだよね、はいはい、そう、あの戦車学園アニメの、うん、あのガールズ&パンツァー、ガルパンをね、あのまともに見れないってちょっとあの涙の中に語られる、はいはい、あの研究者の方がいて、あのアニメに政治的意図はないと了解してるんだけども、でもやっぱ戦車もどんな兵器もそれに殺された人がいるんだっていうことをおっしゃっていて、それってさ、あの冒頭でいきなり言われるんですけど、相模原に運ばれた戦車にあの人間の肉がこびりついてたっていうエピソードと、まあ、つながってきますよね、うん、多分さ、だからこのあの研究者の女性の、はい、あのまあ、やや感情的にあった部分から言うと、その例えば作り手の側は言い分って絶対あるよね、はい、あるんだけども、でも結構僕ここを改めて考えさせられたんですよね。僕はあの、はい、ガルパンについての原稿も書いたことがあるので、ちょっといろいろジレンマを抱えつつなんですけども、はい、確かにさ、あの趣味的なミリタリーっていうのもさ、結局どこか政治性と切り離されないんだけど、はい、でもその解釈ってすごい難しいなと思ってる、はい、難しいですよ、あれは。もう解釈しにくいんですよ。そうなの、はい、あのだからさ、まあプラモデルとかもね、はいはい、あのじゃあそこまで言うみたいなのも一つあるじゃん。はい、まずさ、はい、あのプラモ、そう、タミヤのプラモデルも批判されるのかみたいなこともあるし、ね、例えばさ、あのジャングルファティーグっていう ミリタリージャケットがあるのよ、はい。これはあのまさにベトナム戦争で米軍が着ていた軍服なんで、まあ映画でもさ、はい、もういろいろ見るあのジャケットなんだけども、これ今ファッションアイテムとして流通してるわけね。うん、でそれは古着もあるし、レプリカもいっぱい出てて、はい、僕もレプリカ一着持ってるんですよ。で自分的にはそれってあの72年とかの当時ね、あのベトナム戦争に反対するヒッピーとかも、うん、戦場ではなく町着として着るんだっていう解釈で着てたりもしたので、僕の中ではそっちの意味によってあれにもしてるんだけども、うん、ただね、なんかね、どっか気楽に着れない自分もいるのよ。なんか多分なんだろうすごいその矛盾の塊を あるよね。あの気持ち、うん、あの方の気持ち本当によくわかります。うん、よくわかる、はい、ただ一方でっていう難しい、はい、なかなかね、難しいですね、あるっていうここなんだろう。私もあの偶然の機会であの辺の聖地巡礼的なところもまでも行ったんですけど、うん、そんな好きだったの？いや、まあ、好きじゃないですよ。たまたまね、ここだっていう。でもあれのおかげでその地方の経済にもつながっている、うん、なんか考えたら、まあ、まずね、そうですね、うんうんうん、まあそういうこともありつつ、いろいろなことありますね、はい、うん、そうだからね、まあいろいろってこともまあ思ったりしましたっていう、はい、いろんな要素が ある、はい、ドキュメンタリーですね、はい、ぜひご覧いただきたいなと思います。では第2位の第2弾、2本目第2弾これいこうかな、はい、ヘルムート・ニュートンと12人の女たちです。これはね、めっちゃいいよね。めっちゃいいです。1位でも。1位でもいいんですけどね。はい、ちょっとその、ドキュメンタリー3本っていうことにしちゃったので、はい、2位なんですけど、はい、これ1位でも、1位かなっていうぐらいにいいドキュメンタリーです。ドキュメンタリー映画としてもすごくできてます、ね。素晴らしいですね、はいはい、うん。はい。ほんと素晴らしくて。まあちょっと説明しますと、まあベルリン生まれのファッションフォトグラファーの巨匠、うん、ヘルムグート・ニュートンの、肖像と作品に迫るドキュメンタリーでございます。12人の女たちっていうのは、まあ彼にインスピレーションを与えた様々な面々ということで、はい、まあニュートンのモデルを務めたシャーロット・ランプリングとか、はい、イザラベル・ロステリーニさんなど、こう、そうそうたる、まあ映画のアクターたち、はい、さらにボーグのアナ・ウィンター編集長とか、さらに思想が批評家のスーザン・ソンタクさんとのそのテレビ討論のね、アーカイブ映像まで登場するという次第でございます。ジョさん、これ、まあ絶賛ということですけど、まあどうご覧になりましたか？いや、まずこの作品に関しては、今回まあもう一本ドキュメンタリー映画もあるんですけど、はい、ドキュメンタリー映画としてすごく個性のある一本で、構成がね、やっぱり面白かったですね。素晴らしい。インタビューで、その人物像をどんどん立体化するっていうのも、まずそこが、非常に評価したいところで、実は私、ヘルムート・ニュートのニュートンさんについて、そこまで全然詳しくないので、うん、あ、そうですか。うん、今回、写真は昔何回も、うんうん、いろんなそういう記事とか雑誌とか拝見されてることがありますけど、はい、今回に関しては本当に、うん、ある意味いろいろ勉強もできましたし、うん、特にアートについて、いろいろ考えさせて、ね、考え直させていただいたことと、あと歴史の勉強も、うん、なるほど。そうですね、はいはい、そうか、そう、はい、じゃあいろんな知見を得ることができたっていうのは、
あともう一個あるのは、やっぱり今回12人の、まあ、女たちということもありまして、うん、ちょうど今そういうフェミニズムを重視している時代。いや、まさにそこですよね。そこですね、はいはい、一番重要なポイントってそこでしょうね、はいはい、そう、一番重要なポイントはやっぱりそこですね、うん、アートとは何かの問題、うん、そうそうそう、はいはい、もうそこ確信ですよね、はいはい、だからさ、まあ、ちょっと細かくいくと、はい、まず一つ興味深いのは、うん、ジョさんおっしゃった、まあ、フェミニズムとアートの関係、民衆以降の動きとの関連ですよね、はい、これってさ、これはあの要するにニュートンは写真家ですけど、うん、映画界も全く無縁ではなくて、うん、まあまあ、映画のね、あの俳優さんが出てるっていうこともあるんだけど、まあ、繋がってるんですよね、完全に一緒、はい、まあ、例えばラストタンゴインパリでね、はい、あのマリア・シュナイダーさんはベルトルッチに監督に、まあ、暴行シーンの撮影を当時詳細を知らされてなかったんだと、はい、後に訴えたと、うん、鳥のあのティッペ・ヘドレンさんか、当時ヒッチコック監督にセクハラされたと訴えた、はい、まあ、あの写真界でいうとね、まあ、アラーキーこと荒木信義さんもモデルの女性から訴えられたりしたという、まあ、事件があったわけですけども、まあ、つまりこれまでその称賛されてきた、言うならばその20世紀までのセクシュアルな表現に新たな批評のメスが入り始めた時代だと言っていいわけですよ、はい、今は、うん、そこでいくとそのヘルムート・ニュートンの写真というのは、ポルノ的だとか、ミソジニーね、あの女性嫌悪だとか、まあ、そのマッチョイズムを、うん、まあ、散々指摘されてきたわけ、うん、じゃあね、ヘルムートニュートン今なしなのかっていうことになるじゃん。で、じゃあニュートンと仕事をした女性の皆さんの側に直接聞いてみようっていうコンセプトがまずね、すごいですね。これがまず土台よ、はいはい、うん。これがまず僕すごく面白いなと思って。しかも女性たちが結構細かく覚えてるんですね。これ、それ僕ね、そこも本当びっくりして、はいはい、あの、証言の強度ね、はいはい、強度と精度がまず素晴らしかった。熱意とかね。そう、あのさ、でもね、本当そう、あのさ、え、もうよく覚えてないとか言ってさ、そういう人カットしたんかもしれんけど、はいはい、いてもおかしくないよ。おかしくないですよ。うん。あんま覚えてないわ、みたいなさ、うん、全然なかったよね。全然なかったです。だから結構皆さん、その強烈な、あの、記憶としては残っているっていうことが、はい。なんか自分の一部分みたいな感じで。あ、いいこと言う。はい、本当それぐらい、やっぱり、あの、貴重な時間だったっていうことが、まず、これってさ、あの、例えば文献だと分かんにくいよね、はい。あの、やっぱり映像のドキュメンタリーで、その人が証言してる、まあ、情報、全情報を受け取った時に、はい、あ、そういう貴重な時間だったっていうのは、まず一つ分かることになってるじゃん。はい、で、まあ、それに絡めて言うと、今、その、ミューズっていう概念が、まあ、女性搾取的なものとして葬り去られようとしてるわけね。今、ガクってなんだけど。それはさ、あの、表現史の大きな転換点としてあって、うん、だからその、このさ、プレス資料でも、ちょっと待ってね。はい。これか。いただいたプレス資料があるんですけども、ね、多分ね、ミューズって言葉ね、使ってなかったと思うの。一切。なんかさっき読んださ、あの、インスピレーションっていう言葉とかに、かなり慎重に置き換えてる気がしたのね。ただそうは言っても、うん、あの、クリエイターとモデルだったり、その、撮る側と捉える側だったり、カメラマンと被写体っていうさ、うん、そういうのって必然的にさ、その、パワーゲーム的になってしまう関係っていうのは、うん、表現の現場ではさ、映画もそうだけど、絶対生まれるじゃん。じゃあそこをどういった意味やニュアンスで再定義するかっていう問題が浮上してくるはずなんですけども、それで言うと、このドキュメンタリーはそのミューズ否定のその先とか向こう側にまで踏み出してる作品だと思ったんですよ、うん、ちょっとあのいろいろ回ってきたんでいろいろ話して、はい、いろいろ思い出してきたわ、はい、これ結構僕もね今関心の中心点の一つなんですよ。で僕ねある時期ねその篠山紀信先生 の、 あ、はいはい、あの写真論の連載の聞き手とライティングを務めさせてもらってたことがあって、あのいつの頃ですか、もういつかな、あれ10年ぐらい前かもしれないけど、はいはい、クイックジャパンって雑誌で、はい、あの雑誌で、でその定期的にあの六本木にある篠山先生のその事務所兼アトリエに通ってお話を伺ってた時期があるんですよ。でその時間っていうのはそのさっきの12人の女たちなんだけどすごい残ってる大きいものとして、貴重な時間として、それはあの篠山先生のまあ素晴らしいお人柄もあるんですけども、加えてその生の写真家の写真論に触れたっていう部分ですね。それでやっぱりでそのさお話の中でやっぱり映画の話にもすごく良くなったのよ。で写真ってさ映画よりもっとシンプルというかね、そうですね、ミニマムっていうか、うん、もう純粋なイメージの世界じゃん。はい、映画ってその物語とかいろんな要素がぶち込まれるんだけども、写真はその瞬間の結晶だから。そうそう、映画は流れでしょ、写真は瞬間。あ、もうそうなの、はいはい。もう線と点、あるいは面と点の違いがあるよね。はいはい、あの写真でもうあくまで点の、はい、あの凝縮力っていうところが勝負になるんだけども、うん、それだけにさ、すんごい多様な解釈を生むでしょ。はい、
で、この映画でも、あの、矛盾し合う、しまくる意見ばっかり出まくるわけ。はい、それでもいいです。そうそうそう。はい、それ面白いね。面白いです。はい、例えば、その、ある人は、私はヘルムットに、私の魂を映し出されたっていう、ような言い方するんだけども、うん、でもニュートンはもう魂勘弁してくれよ、みたいな。私が映し出した外見が、みたいなね、ことを言ったりする。はいはい、でさ、まあ、ある写真、あるビジュアルウェブって、まあ、SNS で炎上が起こったりする現在ですけども、まあ、写真の解釈って、むしろ解釈する側の思考とか思想性とかメンタリティの方を強く映し出すんだっていうことが、この映画見るとめっちゃわかんの。そう。全然考えてないんですよ、あの、作り側としては。そうそう。はいはい、だからさ、作り側もどっかさ、はいはい、なんかジレンマの中でやってるからさ、はい、明確なこれですって答えを持ってるわけではちょっとないのよ。ちょっとないです。そうそう。なんか深く考えてないかもしれないかもしれないし、そこはね、なんか難しい。はい、だから、でもね、僕、篠山先生にお聞きしてた時は、はい、むしろ、うん、篠山先生はね、うん、もう、考えすぎるほど考えた挙句、でも写真撮るときはその思考を手放すっていう感じだったのよ。でもそれは写真家にも言うのも。これは、だから写真の魅力でもありますね、そうそうそう。はいはい、そうなの。あの理屈をね、はいはい、その瞬間パッと手放して超えちゃう。はいはい、でも、はい、ヘルムット・ニュートンも、わかんないけどさ、やっぱり別、考えてる方だと思うんだよね、やっぱり。でさ、例えば、そうそう、それに絡めて言うとさ、うん、この映画ではさっきスーザン・ソンタグ先生がね、はい、テレビ討論アーカイブシーンで登場して、うん、ニュートンさんに言うわけですよ、その、女性として不快って。はい、僕、だからソンタグ先生はすごい尊敬してるんですよ、まあ、反解釈とかも読んでますからね。はい、でもその、不快っていう言い回しがさ、結構今、SNS の常套句なんで、ちょっとそれは面白かったんですけど、たださ、その、女性として不快っていうのは、孫拓さんならそう言うだろうなって確かに思うわけ。うん、それはそのヘルムト・ニュートンの表現によって映し出されたスーザン・孫拓の肖像が、女性として不快っていうその主張の内実だってことじゃん。うんうん、はい、で、その、でもさ、アーカイブ映像を見る限りって言うとさ、孫拓先生の方が圧倒的にその弁が立つから、はい、ヘルムトは劣勢なのよ。いやいや、劣勢。全然その、全然あああれはちょっとな、気の毒だったけど。完全に遊び心に感じる。ちょっとな、だからやっぱ感覚っていうところに行ってるから、はいはい、やっぱり、ああいう論争家が出るとちょっとなかなか言いくるめられるようなところあると思うんですけども、はい、それで言うとさ、僕ね、バランスっていう点で、うん、イザベラ・ロッセリーニさんのご意見は素晴らしいなと思ったの。うん、よかったよ、ね。よかったです、あれは。さ、まあちょっと言うと、うん、まあヘルムト・ニュートンの写真は、男性優位だとは思うと、うん。で、個人的にはそれに反発を覚えたりするけども、でも男性優位の表現もあってもいい。それが多様性というものではないかっていう言い方されてて、うん、まあ大体でね。で、うん、例えばそのレニー・リーフェンシュタールが男性を取るような美意識でニュートンは女性を取っているとかさ、うん、めっちゃめちゃフェアな分析をするわけよ。はい、僕ね、このイザベラ・ロッセリーニさんのこの映画で見せたその見方のバランスっていうものはね、うん、自分の理想ですね。すごいその、なんかね、自分の意見がどっか尖り始めると自己批評の回路が働くんだと思うんですよ。うん、で、こう、収めていくのよ、バランスに。これめちゃめちゃ感銘を受けた。すごいいいなと思って、うん。なんか結構今やっぱりイデオロギー的な動きがありすぎて。再びね。はいはいはい。もうすごいよね。いや、グローバル化が進むことで、どんどんひどくなった世界だなと思うんです。だからもうまさにさ、はい、グローバル化の反動よね。反動そのイデオロギッシュな、はい、強み、すごい、臭みや強みが、どんどん競り上がってきてる。いや、もう話せないじゃん。いろいろ。結局その対立するイデオロギーって話せないんですよね。おっしゃると。いろんな面で、映画もそうなんですよ。うん。そうそうそう。前のだから、先週の魔女がいっぱいにもちょっと通じるんですね。そうですね。もうなんか問答無用になっちゃうっていうさ。うん、そういう意味で言うと、この12人の女たちの女性の皆さんってかなりクレバーな方が多かったですよね。そうですね。だからその、まあ、ミート的なものへの、ある種、まあ、解毒剤的なアンサーという言い方できると思うんですけども、それで言うとね、あともう一つ思ったのが、ヘルムト・ニュートンって、まあ、1920年生まれで、つまり戦中派。戦中派のベルリン生まれのユダヤ人。そうそうそう。ね、いろんな身分、重なっている。さっき、だから、ジョさんが言った、まあ、歴史という部分なんですけども、はい、そう。でさ、最初の師匠になった写真家の女性は強制収容所で亡くなってるわけ。そうです。はい。
でさ、そんな体験があるにもかかわらず、ニュートンはそのレニー・リーフェンシュタールの影響を強く受けてるじゃん。うん、そうですね。ね。で、人によってはそのドイツ的なるものっていうのさ、うん、そこでトラウマとして全部嫌っちゃうかもしれない。それこそまあイデオロギー的なところね、はいはい。まあトラウマってだからちょっとそれはあまりごっちゃにするのは良くないかもしれないけど、うん、ただそのヘルムート・ニュートンの場合は少年期におけたそのワイマール文化。ワイマール共和国なんですね。ね、はいはい。要するにまあ言ったらそのナチスが台頭する前までの一次大戦後から、まあ、30年代頭までのドイツ文化のあの感じっていうのを、まあ、少年期、まあ、そのナチスはそれを大敗的って言って、まあ、批判したという流れがあるんだけども、はい、その辺を、まあ、影響を延長させている。で、まあ、時にはだからそのナチ的って批判されたりもするんだけども、うん、でも彼の経歴を考えるとその批判の方が浅はかだって分かるでしょ。そう、うんうん、だからこの辺もねすごいその面白い、ね、面白いですよ。なんかいろんなもの入ってますね、うん、入ってる、はいはい、そう。だからさ、その今言ったこともさっき言ったファッションとしてのミリタリーをどう扱うかっていう問題と割と絡んでるように思えて、だから表現、アート、デザイン、美の領域ってやっぱりその政治的な文脈にはなかなか回収されない側面が多々あるのは事実なんですよね。だからここがまあ一筋縄ではいかないところでもあり、難しくもあり面白くもありっていうところなんですけど、まさにさっき森さんおっしゃったように理想的な形をみんなやっぱり目指して、うん、行った方がまあ難しいんですけどね、うん、難しい、そう、はい、だからもうどんどん難しくなってきたじゃないですか。難しいよね、はい、だからその本当その意味でもさ、はい、このなんかいろんな証言があるっていう形のまあオーラルドキュメンタオーラルバイオグラフィーかっていう言い方するんだけども、はい、これってちょっと前だとトルーマン・カポーティの時とかも、はいはいはい、そういう作り方してたんですけども、うん、やっぱりそのいろんな物事を多面的に見て、ね、まあ言ったらさ、戦車闘争もそうですよね。そうですね。何十人の証言です。やっぱり54人集めたことで見えてくるものってあるから、はいはい、やっぱりその一面的なものの見方っていうものがこう難しくなってくる。いろんな短編的なものをでもまとめて、そう絵になるっていう。ね、はい。これってやっぱ一つの今のドキュメンタリーの、まあ、強い、目指すべきところかもしれませんね。はい。